はい、おごさんのことでございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいんですけども、ちょっと短めなのかなと思うんですけども、昨日あの YouTube の後にですね、運営さんのね YouTube の後にあのちょっと感想戦みたいな感じでちょっと朝トーク撮らせていただいたんですけど、たくさんのコメントいただいて、まあ、ありがとうございました。まあ共感いただけたのかっていうよりも、まあみんな同じような気持ちの人が多いんじゃないかなというところだったんですけども、さらにさらにね、あのあと大きなニュースが流れてきてまして、ニュースというかツイッターのタイムラインで流れてきたんですけども、大木プロデューサー会社辞めましたね。ゲームのプロデューサー辞めるってまあまあでかいことだと思うんですけども、まあ戦い今後ねこうどういうふうに変わっていくのかというところで、まあちょっと気になってあのIR チェックとかしてみたんですけども、まあ、一応中長期にわたっての育成コンテンツというところで2月の中旬くらいに発表された中期経営計画のやつを見てたら、まあ、ブリーチと戦いに関しては、まあ、クラブゲームさんの中では、ユーザーのとの長期、コミュニケーションを増しながらもなんとか長く、育成していきたいコンテンツですみたいな中に入ってたんで、まあ、すぐ今ねあのよく差集みたいな話がありますけど、それは、クラブゲームさんの中ではないというような形だと思うんですが、じゃあ実際このゲーム自体を、まあ、プロデューサーが変わった中でどういうふうに変わったのかな、変わってんですよね、きっとね、もう辞めてるからね、まあ、誰がやろうが、まあ、結局どういう辞め方をされてるかだと思うんですよね。まああの単純にまあその結構サッカー自体がね好きな方でいらっしゃいましたから、どういう理由で辞めたのかわかんないですけど、まあ、今回のねあの売上ダウン、昨年度の売上ダウンの責任なのか、まあ、プロデューサーなんでね 70% 全費 70% だったら、まあそれは他のゲームは全費プラス100かなんかで100超えでいってたと思うので、まあ責任を取らされて、あの降格とか左遷だったのか、まあ左遷の話があって、まあ、辞めたのか、まあ、単純に責任を取らされたのか、まあ、責任を感じて辞めたのか、違う新しい夢があったのかとか、まあ、会社を辞める理由って人それぞれだと思うんですけども、ただそのゲームのプロデューサーが辞めるってまあでかいと思うんですよね。まあ、責任者ですから、まあ、今責任者がどういう形でこのゲームが回ってるのかちょっとわからない状態なんですけれども、今は新しいディレクターの方が就任されて、まあ、1年近く立とうとしてる中で、まあ、この間の放送局があって、まあ、最後 RNG の意見だけ聞きますわみたいな形で金曜日から RNG のあのアンケート取るみたいなんですけど、まあ、やっぱりこうユーザーさんとのコミュニケーションというか現場に近い感覚を持ちながらも、まあ、どういうものに仕上げていくかっていうビジョンっていうのがより今後見えづらくなっていくのかなっていうところと、まあ、今まで大木さんあの全然関係ないことを言ってましたけど、ちょこちょこ登場とかしてたんですが、まあ、このゲームをどういうふうに回していくビジョンっていうのは今後あの方が発信していくのかどうなのかというところで、あの方はでももともと外注の方ですよね、はい、外の方のはずなので中の方じゃないので、まあ要は委託してる状態ですから、うん、今後ねどうなんでしょうね。まあただクラブゲームさん的には戦いは、まあ、大事にしていくよというところだったので、まあ本当ね、今回の新しい施策に関してもまあどう見てもその課金増しとか夢玉の消費量を上げていくとか、まあ、一見はランクマとかをねいっぱいやると報酬もらえるよっていうような中身なんですけども、まあそれが実際その自分たちが希望するような報酬がねもらえるかというところと、あとは、そこ専用で取れるキャラクターが貫突でき、あの最大までいくと貫突できるんで、毎日オンラインランクマーとハイをやりましょうみたいなので、そこで活性化だと思うんですが、そのキャラを取ってどれくらい強いのかっていうところ、まあ逆にそういうところしか取れないキャラが出るなら、まあやっぱりタイムアタック、ハイで取れる配ってるキャラクター、これいつも言うんですけど4凸そろそろねみんなできる状態まで来てると思いますので、まあいうキャラクターたちが4凸した時にランクマで、まあ昔の嵐のヒューガとかのように使えるところまで、改革してもいいんじゃないかなとね、あのディスコードで中学生の若島津が、いきなり潜在来ますよと言われても、
ね、ちょっとね困りますよね。 4.5 で日本人キラーで日本パーには 5% アップで、チームスキルに関してはいきなり日本人技日本 25% の中学生いきなり 2% みたいなスペシャルチームスキルをつけてくるわけなんですけれどもはい、なんとなくなみたいなところですね。で、あの YouTube の放送局が終わった後の、まあ、ちょっとした1日かなんか経った後に大木さんが Twitter でやめましたわ、戦いに関わってくれた人ありがとうみたいな感じで、それではみたいな感じになってたんで、まあ、放送局の中で、放送局って言わないのか、ライブストリームの中で、まあ、マンスリーライブストリームか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、運営さんからのアナウンスがあってもね、いいんじゃないかなとちょっと思いましたけどね。まあ、今後ね、どういう風に進んでいくのか、まあ進んでいくっていうか、まあビジョンちょっと太めでしたね。新しいアップデート 7.00 とか言われたんですけど、誰一人こうワクワク、過去一ワクワクしなかったんじゃないかなというところの中で、まあ楽しんでいくしかないなというので、まあユーザーのみんなと楽しんでいくしかないかなというので、ただ、周年以降ですね、ちょっとそのまあと思っているのが、インフレしてないんですよね、そんなに要は来3以降の、 あの11、12以降1、2と立ちましたけど、1、2のキャラクターで持ってないとこりゃやべえみたいなキャラクターはそんなに出てないっていうのも一つポイントかなと。で、今ランクマとかでもね、リバウールいっぱい出てきてますけど、そんなに困っ、あの、なくても困ってないですし、まあ、ブラデバーやられてる方なんかおそらく2ヶ月3ヶ月デッキのスタメン変わってないかなっていうのもありますので、まあ今もうここまで来て3月入りましたから、3、4とあと2ヶ月ですよね。3、4、2ヶ月もうガチャしなくても5月まで持つんじゃないかなと、まあ、勝率どこで皆さん満足するかだと思うんですけど、まあ、自分は 60% 切らなければもうこのまま行ってもいいんじゃないかなとちょっと思い始めてもいて、まあ、ただ5月に またチームスキルが、今年どうなんですかね、27とかになって81とかになった時にもうキャラクター動かせんのかなとかちょっと思ったりもしてるんですけどはい、まあそんな形でもう言ってもあと60回寝たら多分新しいチームスキルのキャラクター出てくるのかなというところもありますから、まあ、その辺ねというところと、まあ自分的には中学生のトーマチェックでやっぱりあの石崎くんですね、石崎くんの方すごい気になってますので、まあこれでほぼほぼいけんじゃないかなと思ってるんですけど、ついにこの今ねちょっと一瞬小春光映りましたけど、ついにやたりましたよというところで、この小春光を潜在しちゃったんですけど、こうして今これがランクマのデッキなんですけど、こうしてこう3人チェンジするだけで、あれができるようになりました。ついに、はい、これ70、あれおかしいな、 74.5、 あ、じゃあこれにソーダを入れるんですね。ソーダを入れてここで、はい、どうでしょう、77の 78.5 みたいなのができるようになったので、まああのだいぶデバフの方とはやりやすくなってきたかなと。これに、まあ、石崎が入ることができれば、まあ、もっと前半から良くなっていくのかなとか思いながらも、はい、まあ、こんな形で日々ちょっとこんな感じかなと思いながらね、ちょっと調整しながらゲームをやってるところでございます。はい、まあ、あとね、あのこれはあのこれ今月のランクマデッキで遊んでるところなんですけど、まあ、何が面白いかっていうと、前も言ってるようにキックオフの時にダダダダって当ててトツトツみたいな、そうすると全員 5% 上がるんで、はい、そこがねちょっと面白いところ、まあ、若林とヒューガーがね 5% 上がるんで、ね、自分的にはお気に入りというようなところでございます。はい、うん、まあとりあえず自分たちでね、楽しみを見つけながらやっていくしかないかなというところですね。はい、あとザッキーさんがなんかあのガチャで神引きしてたんで、あの皆さんぜひ見ていただければなと。あー、引いとったわみたいな、リバウルとなんかピエール引いとったわみたいな。でも確かにみんなガード欲しいと思うんで、ピエールはねいいんじゃないかなと思いましたけど、まあ、石崎の発表があったんで、自分は石崎の方
狙うかな、まあ、捨て次第。多分ね、予想だと翼にご了承されると思うんですよね。まあそんなところで今日はちょっと短いんですけども、大木プロデューサーが、退社されたということで、まあ、新しいプロデューサーが入ってまた風が変わるのか、まあ、どういう形になるのかということで、もうそろそろですね、春になりますので別れと出会いの季節になってまいりました。皆さんもね、あの新しいシーズンというか、企業とかでお勤めの方は人事の話とかもね、出るタイミングかなと思いますので、まあ、ぜひ あと花粉がすごいんでですね、花粉症などぜひ皆さん気をつけてください。さあ、そういうところで今日はこの辺で終わっていきたいんですけども、もう桜、上野のそば桜が咲いてるニュースがやってたんで早いなと思って、もう桜もしかしたら2週間後くらい満開になっちゃうかもしれないですね。でも上野のあの西郷さんのところの手前の階段降りたところは早桜なので、まあ今ならちょっと早桜ね、あの見れるんじゃないかなと思います。というところで、あれですか、あれですね、静岡のところの河津桜はもう満開なんですよね、確かね。静岡の方の方が詳しいかなと思いますけども、はい、ここはねお花見の季節とかになって楽しい季節になっていきますので、ぜひあの日々楽しんでいきましょう。それではまた。